どうも、大地です。やる気が出ないっていう相談がね、すごいよく来てるんですけど、まあ、わかりますよ。ええ。やる気が出ない時はありますけど、自分も。ただですね、こう、やる気が出ないんでどうしたらいいですか？はい。わかりません。っていうのが、まあ、正直な気持ちですね。で、これ自分の持論なんですけど、やる気って、やる気が出たから頑張るんじゃなくって、頑張ってるからやる気が出るんじゃないの？っていうのが自分の考えなんですけど、どうですかね。やる気が出ない時に、やる気が出るのを待つのってすごく難しくないですか？だってやる気が出るポイントってもあるかもしんないけど、だってそれが分かってるのはそれやってるじゃん。歌を聴いて、誰かの歌を聴いてやる気が出るって分かってるのはそれやってるわけだし、この人の例えば、なんだろうな、好きなアイドルか歌手か分かんないけど、その人の姿を見たらもうやる気出ちゃうみたいな。どうしたらもうそれすればいいじゃん。でもそれが分かってないわけでしょ。ってことは、そのやる気スイッチかなんかをその押してくれるのを待ってる状態ですよね。自分から行動できないから。で、待ってたって誰も押してくんないし、そのやる気スイッチ。と思ってるわけですよ。で、まあ、自分もね、そのさっき言ったように、基本的にね、ダラダラしたいし、あんまりこう、波がね、気持ちの波が激しいんですよ。今でも、この年になっても。だから、やる気がすごいみなぎってる時と、やる気がすごい落ち込んでしまう時が激しくって、でも、やっぱり安定させたいのね、そこは。できれば。だって、特に仕事してるとさ、やる気ないから撮影しないとかできないわけだし、他の仕事もいっぱいあるからさ。で、じゃあどうするかって言ったら、足を止めてるとき、つまりこう、やる気スイッチ押してほしいなって待ってるときっていうのは、まあ、待ってても意味ねえなっていうのが自分の実感なんですよね。昔からそう思ってるんですけど。であれば、自分で行動を起こすと、まあ、やる気ないんだよ。やる気ないからさ、やったとしても効率は下がるわけ。勉強にしても仕事にしても絶対やる気のある時よりは効率は下がってるんだけど、やってるうちに自分で流れをつかむことはできるなって思ったの。やってると。だから、例えば仕事とか板書とか作るときにね、まあ、板書こうやって勉強を作る、板書ノートあるんですけど、やってるじゃないですか。で、本当にやる気ないとき、なんか落ち込んでるときとかさ、ああ、もうやだと思うんだよ。でも、それでもやるの。やるの。字汚くなるんだけど、もうやってるわけ。書いてる。で、書いてて、で、出来上がるじゃん。で、まあ、自分の場合は、板書が1個出来上がりましたって、1個完成ができるんで、1個ゴールなわけよ、そこで。で、1個1つゴールがたどり着きましたってなった時に、ちょっと達成感があるわけ。自分の中では。よし、頑張った俺って。しかもね、もう自分そう、俺甘いからさ、こんなに落ち込んでるのによく頑張ったな、配置。お前はできるやつだ。みたいなことをちょっと思うわけ、自分で。言い聞かせるわけ。で、そうすると、最初はね、何言ってんだお前はってなるんだけど、でも、やってるうちに、ちょっと自分自信がつくというか、一個達成してるから。そう。じゃあもう一回やってみるかな。つってもう一回やるわけよ。で、できると。やった、二つも頑張ったじゃないか、みたいな。で、そうやっていくうちに、やる気が出てるかどうかはわかんないけど、できるようにはなってるの。最初よりは絶対ペースをつかめてるから、仕事の効率とかも上がっていくわけ。で、勉強も絶対そうで、やる気出ないのはわかるんだよ。例えばわかんない問題ばっかりとか、苦手科目の勉強なんてやりたくないし、できれば。やりたくないけどやんなきゃいけないわけじゃん。だから逃げらんないから。まあ逃げてもいいけどさ。逃げたら逃げたら自分に返ってくるから、得点としてね。だから、まあ、やんなきゃいけないって分かってるんだったら、ひとまずやるしかない。やってても頭に入ってねえなって思うかもしんないけど、じゃあ、10問やんなきゃいけないかもしんない。できれば最低10問やりたいなと思ってるかもしんないけど、まずはじゃあ2問覚えようぜ、つって。そう、10問が厳しいんだったら減らせばいいんだって。1問でもいいんだって。いつも言うけど、0より1なんだって。足を出さない。そこで踏みとどまってるとか、足を止めてるよりも一歩踏み出した方がすごい価値があるんだよ。だから、そのやる気が出ないから踏み出さないんじゃなくて、踏み出したらやる気が出るかもしれないっていう発想になった方が絶対健全だと思う。自分はね。で、これを、まあ、落ち込んでる時にね、噛んでる。落ち込んでる時とかにさ、聞いてもさ、何言ってんだてめえってなるかもしんないんだけど、まあ、そう思われても構わないです。全然構わない。でも、絶対自分は合ってると思う。これに関しては。そう。っていうか、自分がそうやってきたんで、それしかアドバイスできないっていうのもあるんですけど、まあ、ひとまず、これからね、まあ、受験生とかさ、この時期ね、たるみやすいんですよ。6月って結構危ないんですけど、たるみやすくなってきて。で、まあ、7月、8月が夏休みで受験生の山場になるわけ。天王山っていうかね、ここは大事なわけよ。で、そこに、いいペースで入っていくためにも、やっぱり今のうちにね、こう、落ち込んだりできるっていうのは、すごいいいことだと思うの。なんでかっていうと、落ち込んだ時に、じゃあどう奮起させるのっていう、自分の一個の成功体験を詰めるわけ。ここで。さっき言ったように、やる気が出ない、落ち込んでるって、でもやってみたらちょっと頑張れたかも、みたいな。そうすると、一回それをやっただけで、じゃあ次ね、7月、8月って、受験がどんどん近づけば近づくほど落ち込むことは増えるわけ。不安になるから。その時に、ああ、どうしよう、またやる気出ないってなった時。あの時こうやってやったらやる気出たんだよな、試してみっかって。それが成功するかどうかはわからないけど、でもそれで成功するかもしんない。自分の中での成功体験を積むってのはすごく大事なことなんで、もし今ね、やる気が出ないとか、
そういう風にね、悩んでる子がいて、やる気がない、もうどうでもいいかってなったらもうどうでもいいと思うんだよ、別に。それをね、励まそうとは思わないんだけど。でも、あー、やる気が出ねえって、もうなんとかしてえなって思うんだったら、ひとまず目の前にある問題集一問解こうぜ、みたいな風にやってもらえると、変わるかもしんない。と思いますんで、ぜひね、試してもらえたらと思います。